バーレーワインの色の範囲は透明度のある深い琥珀色から曇ったマホガニー色、ほとんど不透明な黒色までわたる。バーレーワインはエールの一種であり、19世紀のイングランドで醸造されたビールを起源とするアルコール度数の強いビールのスタイルの一つ。19世紀のイギリスが発祥とされる。イギリスでは、 気候の関係でブドウが生産できず、フランスワインの人気に嫉妬して、ワイン並みにアルコール度数が高く、年単位での長期熟成が行えるバーレーワインが開発されたとされている。また、ワイン同様に熟成期間が長いほど価値が高いという。ワインと同じぐらいの強さという意味で、バーレーワインと呼ばれる。しかし、ブドウではなく、麦芽から作られるためワインではなく、ビールである。 アメリカ合衆国では、バーレーワインが、バーリーワインスタイルアレスと呼ばれるのもこの理由から。このことは、バーレーワインが、麦から作ったビールであり、ワインではないということを示している。また、日本の酒税法上でもビールである。通常のビールのアルコール度数は、約5%であり、出来立てを楽しむことが多い。これに対し、 バーレーワインのアルコール度数は7%から14%が一般的であり、長期熟成させることが特徴である。使用される麦芽の量や種類も通常のビールより多くなるため、濃厚で複雑な香りを生む。香りはドライフルーツにも例えられ、ウィスキーやブランデーとも似てくる。炭酸も弱めであり、長期熟成によって苦味、甘み、アルコール感、エステルコーのバランスが良い。 熟成期間が通常のビールの6倍以上かかるため、熟成に用いるタンクの占有期間も長く、維持管理コストがかさむこと、出荷頻度が低下することなどから、日本で製造しているメーカーは多くない。ビートワインは、バーレーワインが主に大麦を主原料にして作られるのに対し、小麦を主原料にして作られる高アルコールビールのスタイル。バーレーワイン同様に、長期熟成が可能。 1980年代にアメリカ合衆国で誕生した。日本ではサンクトガーレンなどが製造販売している。ありがとうございます。